大学目薬は日本の製薬会社三点製薬が1890年より発売している目薬のブランド名。一般用医薬品三点製薬が現在発売している目薬の中で三手ブランドを監視ない唯一の商品である。明治中期の日本において外国人医師が日本人の眼病の多さに驚いていたことに着目して開発され、 世の進むに、重ふて目薬にも、こんな立派なものができましたの、キャッチコピーと、現在まで使用されているメガネに顎ひげを蓄えた、博士の肖像で売り出した。博士の肖像は、明治期に、ドイツから土日子医学を教えていた、親とい外国人、エルヴィン・フォンベルツがモデルという説もあるが、定かではない。ブランド名は、帝国大学で研究された成分を配合したことに、由来する。 発売時の価格は1本10銭。発売当初から硫酸アエを基本原料としつつ、配合は時代とともに変遷しており、現在の製品には、クロルフェニラミンマレイン酸塩やナファゾリン塩酸塩、イプシロン、アミノカプロン酸などが配合されている。1962年から TBS テレビで放送されていた三点製薬の一社提供番組、10人抜きのドジマンは、 放送開始当初、本商品のブランドを冠した、大学10人抜きのドジマンのタイトルで放送されていた。ところが、番組のタイトルから視聴者に、大学生でないと参加資格がないとの誤解が生じた、ことと、この時期より三点製薬の主力ブランドが、大学目薬から三手に移ったことから、1964年より三手10人抜きのドジマンへ解消された。ありがとうございます。